わお、ピッチが狭かった。これに中国サポ反応こちら。中国ポータルサイト直巻にて田中みどりの発言が特集された。日本が失点したのは48分で、田中みどり選手からボールを奪い、最後に林良明選手がゴールを決めました。失点について田中みどり選手は、ボールを失った時、自分ではファウルだと思いました。本来ならボールをキープできたはずで、この点を反省する必要があります、と語りました。狭いピッチでの試合については、実際にプレーしてみると、ピッチ幅が狭いためにサイドチェンジが難しく、相手の守備スピードも速く感じました。このような制約を考えると、もっとできたことがあったと思います、と述べました。田中みどり、心配しないで、次回はピッチを標準サイズに戻すよ。ただし、ゴールポストを小さくするけどね。日本代表が文句を言うなら、中国もあの年のハンド事件を言い返す権利がある。田中みどりが言いたいのは、戦いづらかったってだけで、別に中国を攻めてるわけじゃないと思う。中国代表のホームでの工夫がようやく話題になったのは嬉しいね。でも結局負けたけど笑い。ピッチの幅の話は非常に細かい視点だね。それなら伊東純也がボールをしっかりキープできなかったことを責めた方がいいね。奪われちゃったし。実際には君のせいではないよ。後方から前方への突破がゴールにつながった。今回は保守的なプレーがなかったから良かった。このプレーを見たとき、最初は笛を吹かれると思った。VAR を待っている間、とても緊張していたよ。日本の失点シーンは確かにちょっとファウルっぽかった。選手がミスを犯しても、それを許容し、自分で反省するように促すのが強いチームだ。